世界王者が効果がない雑魚技を本気で活用した方法がヤバすぎた件。技お祝い、使っても何も起きない。ポケモンがとってもハッピーなあなたのことをお祝いしてくれる。要するにお祝いは跳ねると同じ効果を持つ技ってこと。この一見クソ雑魚な技を世界大会王者が驚くべき活用をしていたらしい。使用者はウォルフさんって人。 WCS2016 で優勝経験がある。使っていた個体がこちら。なぜお祝いが採用されていたのか。その理由はお祝いのアニメーションがめちゃくちゃ長いことにある。お祝いの技使用時から終わりまでだいたい4秒。跳ねるが2秒くらいだから比べると2倍ぐらい長い。つまり戦闘状況を変えないで4秒の時間を稼ぐことができる。ポケモンは試合時間が設定されていて、時間が切れた場合はポケモンの数、 HP 割合、総量が多い方が勝つという通称 TOD という戦術がある。当時の対戦時間は15分に設定されていたので、シャワーズの耐久と回復で相手を詰ませ、時間を稼いで TOD を狙うというのがお祝いを採用していた理由。こういう一見使いようのなさそうな技にも使い方見つけるのってすごいですよね。他にもびっくりするようなポケモンの戦術があったらコメントで教えて。